なんでだ。だってパレカナは茜さんが信じてた教団じゃねえのかよ。それがなんで茜さんを捕まえようとすんだ。先々週くらいに防犯カメラで撮られたもんだ。パレカナの養護施設で。そうみたいね。ここ茜さんのいた施設だよ。見ろ春日、俺が大道寺一派に持たされていたのはその写真の一部だ。本当だ。おい、この茜さんの連れてる子は。その子こそがブライスの本当のお目当てだ。え？名前はラニー。このハワイでまさに神に等しい力を振るうブライスの地位を揺るがしうるたった一つの弱点だ。だからブライスは何としてもその子を探し出し始末する気だ。始末するだ。こんな小さい子を。10歳かそこらってとこか、この子は。ああ、そんな女の子が寄ってたがって食い物にされよって時にその手を取ったのは茜さんだけだった。キリュウさん、この子には助けがいる。今はどこを向いても真っ暗だと震えてるかもしれない。その先にちゃんと光はあるって誰かが教えてやらねえと。ええ、俺も 100% 同感ですよ、キリュウさん。私の息子もバレカナにさらわれてる。このままにはしない。私の部下ではなさそうだが。おい、ウォン父さんよ。ここにいるのは分かってんだ。足を怪我してるって。痛えだろう。もう出てきちゃえよ。楽になるぜ。病だ。私を嗅ぎつけてきたか。あいつもパレカナの手下なのか。いや、病はハワイのこと何も分かっちゃいない。オーナーにとって小物すぎるしな。相手にしてもらえない。じゃあ何しにここへ。病にしてみりゃ頑丈のナイフんだ。うちを潰す絶好のチャンス。そう考えたんだろう。お前らもいるんだろ。春日に桐生さんよ。本当を差し出したらお前らはあんま痛くねえように殺してやるよ。勝手言いやがる。出てこないっすね、親父。
連中もう逃げおおせてるんじゃ。怪我のあいつをかばって逃げてんだ。そんな早く逃げれるわけねえだろうな。まだその辺の影に隠れてる。でも親父、こうくらいとこれ以上探しようが。暗いから探せねえ。そんなちまいライト使ってるからだよ。お預かりします。なんか静かになってない？諦めてくれた？いや、あの病がそんな簡単に。確かに。あ？まさか。どうだ？これで明るくなったろ。弾も取れて一石二鳥。くそ。ああ、サミー。でたらめしやがる。ここにいたら丸焦げだ。逃げるぞ。キルさん。急げ、火の手が早い。よかった、ここなら一息。ほら、いたじゃねえか。やるしかなさそうだな。こいつら倒せたとしても、ここからどうやって。心配すんなよ、じいちゃん。大丈夫だ。どこ頼むぜ。さあ、本気出さねえと、いよいよ死ぬぜ、キリュウカズマ。この状況で出し惜しみなんてするんじゃねえぞ。ああ、クソ、寒いな。大丈夫っすか、キリュウさん。だがこのままじゃ全員焼け死ぬぞ。なら、ウォントーはここに置いてかない？私たちだけならなんとか逃げられるかも。バカな、頼む、助けてくれ。そうしてえのは山々なんだけどよ。頼みの綱と言ったら。来た、避けろみんな。早く乗れ。よし、警戒してくれ。たぐって場合じゃねえぞ。運転はお前がやる、ちとせ。はい。島の竜がなんてざまだ。キリュウさん、キリュウさん、来るな、行け。俺らがみんなここでやられたら、アカネさんたちを誰が守る。千歳、車出せ。ダメだ、待て。俺は大丈夫だ、行け。キリュウさん、キリュウさん。ウォントーにも春日にも逃げられて、残ったのは死にかけの化石だけか。昔あんたは俺の憧れだったのにな。残念だ。
一番ナンバー足立さん待たせたな本当に来てくれたんだな。なんかすげえ久々に会った気がするぜ、うん、おいおい、そんなに時間経ってねえぞ。どんだけいろいろあったんだ。そちらのお二人さんは。お、ああ紹介するよ。ちえちゃんにトミーだ。どうも。ハワイのギャングとやり合ってるうちに仲間になったよ。どうも。なるほど、君らがハワイの新パーティーってわけか。しかしギャングだなんだって、お前なんでおふくろさんに会いに来ただけでそんなことになるのかね。話すと長くなるんだけど。どっから話す？俺の生い立ちから行くか。なあ、それはちょいと長くなりそうだからまた今度な。あ、そう。キリュウ様、敵に捕まっちまっててよ。何？ちょっと状況を説明させてくれ。ああ、ごめんなさいね、ついて早々に。なあに、こいつに振り回されるのには慣れてるんだなあ。もうさっきも言ったけど、俺たちは暇だからよ。春日の頼みだ、いくらでも振り回してもらって構わねえぜ。なあ、俺の仲間は最高だろ。本当ね。よろしく。一番には振り回されたらしいさ。気合い入れてこぜ。およ。お。了解。よっしゃ。私は桐生一馬の家族です。おじさん、家は？お前、家がないのか。孤児院、黙って出てきた。お前、孤児院にいたのか。じゃあお前いたぞ、あのガキだ。捕まえろ、絶対に逃がすな。よせ、おい、よせ。大丈夫です。ここは安全ですから。春日。茜さんとラニを見つけたら、俺にも知らせてくれ。もちろんです。胃の一番にお知らせしますよ。お体大事にしてください。またな、一番。ああ、いや、ちょっと待った、一ついいか。あ、お前ハワイ来た途端ちーちゃんなんか捕まえやがって。さっちゃんのことはもういいのか、この野郎。そんなんじゃねえって。ちーちゃん下手すりゃ二回りも年下だぞ。それがいいってこともあんだろうがよ。俺は全然ありだぞ、ちいちゃん。ったく、せっかくハワイ来てくれたのにこんなバカ話する暇もなかったね。悪いと思ってるよ。
まあいいって。じゃ、頼んだぜ。ナンバ。おう、それじゃあな。堂島の竜に後を託されちゃった。責任重大だね、一番。ね。けど、やってみせるさ。And so the enraged Nele, in all her wisdom, cast greedy into the frozen fires.ライス、島に戻るって言ってなかったか。まだこんなとこにいたのかよ。ようこそカズナさん、またお会いできて嬉しいです。この間見かけなかった奴らだ。あえて嬉しいっつった割にボディーガードを前に立たせるんだな。彼らは白の戦士です。私に危害を加える心を敏感に察知してしまうのです。デイナとカロンはどうした？留守なのか？何か御用があれば代わりに私が伺いましょう。火がすべてを浄化するまで。ウォン・トーの話はやっぱり本当なのか？あんた、その子たちに何をするつもりだ？ They're scaring me, Father Bryce. Fear not, my child. No ever can withstand a Hawk Warrior's spirits. What we should do now is pray.Let us beseech Madam Nele to envelop them swiftly and painlessly. どうも俺たち、哀れみを受けてるみてえだぜ。茜さんはラニを連れてここから逃げ出した。それをあんたは追ってる。すました面して。それはそれは必死にだ。おお、普段は目立たないようにしてるくせに、手なずけていたギャングたちに総動員をかけてまでな。パレカナの火は浄化の炎です。迷いも疑いも全てを包み込み、等しく無へと帰すのです。彼女たちを見つけたら二人とも殺すのか？清められるべきは清められます。何が清められるべきか人々を導き教えを悟すのは、すべてこの私が炎に委ねられた役割なのです。さっきから何の答えにもなってねえぞ。傲慢な悪魔よ、炎に清められんこと。ブライス！ヘレティックス、ビゴン！